20mh のコイルが煮詰まかれたチョークコイル。250V で 2A の電流に達する。高周波成分を遮断することでノイズを抑制する。チョークコイルは、もっぱら直流や、目的の周波数より低い周波数の電流を通し、目的の周波数より高い電流を阻止するためのインダクタである。変圧器になっているものをチョークトランスと呼ぶ。 高周波を阻止する目的のものを高周波チョークと呼ぶ。古くは、最流線輪や、最流コイルとも呼ばれた。大電力を扱う、強電分野では、リアクトルに、同じような働きを求めるものがある。直流や低い周波数の電流へは、影響を与えずに、高い周波数の電流だけを通さないようにするのが、目的であるため、普通のコイルよりもインダクタンス値は大きい。 インダクタンス値や材質は周波数や用途などを考慮して決められる。窮値が高いと回路中のコンデンサや規制容量などとともに共振回路を作り、不必要な発信を招く恐れがあるため、窮値を低くするために抵抗を並列接続したり、損失が大きい磁性体をコアに用いることもある。特に高周波回路の場合は、インピーダンス整合用のコイルと兼用することが多い。 電源回路の平滑回路に用いられることが多く、商用電源の変圧設備のような、比較的低周波で大きなものは、軽測光のような後半の積層板がコアに採用されるが、小型であったり高い周波数のものは、ソフトフェライトがコアに用いられる。漏れ時速が最小になるトロイダル型と時速が8の字になる A 型、この字型、ビーズ型などが代表的なコアの形状である。 トロイダル型やビーズ型は一般にコアに直接コイルを巻くため生産性に劣り巻き数が制約される。A 型やこの字型ではボビンと呼ばれる枠にあらかじめコイルを巻いておき、コアの開口部から挿入してコアを閉じる。A 型ではソフトフェライトだけで E と I の二分割になったコアから構成される無極チョークコイルと E の内深部がやや短く。 この E と I の感激にハードフェライトによる永久磁石が挿入された U 極チョークコイルがある。U 極のものはあらかじめ磁束がコア内に一定方向で存在しており、入力電流が脈流であれば新たに加えられるものと合成された磁束が中和点を経由して、飽和点まで無極のものの2倍ほどの変化が許容できるため、仮に同一能力であれば体積が半分程度で済む。 A. ジョークトランスクリプション自生体に磁場をかけた際に、時速の応答に一時遅れが発生することを利用する。この時、ジョークコイルではインダクタンスによる遅れと、時速応答の遅れが重なり、回路からは交流信号に対してのみ、準抵抗を持つように見える。この場合、ジョークコイルは純粋なインダクタンスではなくなるが、交流信号を阻止するという目的からは、問題ない。 A.B. 谷子資金次長、フェライトの本、日刊工業新聞社、2011年2月25日、初版一冊発行、ISBN 9兆7845億2606万6238。ありがとうございます。